パセラボ初、中学生でも解ける伝説の図形問題編。図形問題って 99.9% センスやひらめきとかじゃなくて、この定石通りにやれば解けるんですよね。どうも、パセラボのセンスポット。アイダマからの、アナイです。クマさんもいます。はい、ということで今回は、パセラボ初、中学生でも解ける伝説の図形問題編。ですよね、まず図形問題ってどういう印象を持ってます？なんか中学生とか小学生がなんか算数でやりますよみたいな、そういうイメージですよね。高校生苦手ランキング、整数問題と並んで図形問題って苦手なんですよね。金井さんとかどうですか？図形問題って何、うん、って感じですか？いや大丈夫です。まず一言で言います。ほとんどの受験生がこれ解けません。名古屋大学が出た問題。ただ図形問題って 99.9% センスやひらめきとかじゃなくて、この定石通りにやれば解けるんですよね。そのなんか強さをね、試してもらいたいので、皆さんで初見のね、問題を持ってきました。それを僕と一緒に解きたいなと思うので、この素晴らしさをね、使って、そしてこれから図形問題を解くときに、必ずポイントとして押さえてください。それでは行きましょう。レッツゴー！はい、それでは早速やっていきたいんですけれども、まず、この問題見るんですけれども、本当にさ、なんか中学生とか、中学入試の問題っぽくない？うん。これがかの有名な名古屋大学の問題ですよ。やってしまったなって。そう、これやったら出題ミスだとね。確かに全員解けちゃったみたいな、うん、けどおそらくですけど正解率かなり低いと思います。あら、これ実際僕も解いたんですけど、あるところまで分かるけど分かんないけど、意外と課題みたいな中学数学はまあまあできるけど高校数学できませんって人が、だから中学生の時解いてほしい。中3の数学からちゃんと勉強し始めただけで、それでも OK です。じゃあまずこれやっていくんですけれども、最初の定石ね、例えば情報整理です、図を正しく書くとか、そんな当たり前のこと言いません。もう図書きました。まず長さ AP が7、5PB が5、CP が1ですよね。これだけしかも与えられてない。あと与えられているのは正方形だと。正方形の面積を求めるんですよね。で、ここでいきなりなんか補助線とか引くっていう人いるんですけれども、まず頭の中を全てお見せします。まず何を考えるか、一つ目、それがキーワードか複数の、これも言っちゃいます。解法を思いつく、これがどんな図形問題の大切な初手です。これ後でやりますね。今回で言うと正方形の面積、ここに注目していろんな解法を考えます。じゃあ2つ目、これ何に注目、ほとんどの人が補助線を引くときに難しい。僕もね、改正とかつくコマとかそういう受ける中学生を教えたことがあるんですよね。いろんな入試問題解いてきました。じゃあ熊田、何に注目します？人の顔色ですね。あー、なるほどね。いやいや違いますよ、これはね、倍数や余りに注目です。確かに整数はい、だけど人の感じは、ちなみに課題はなんか分かりそう。最近注目してるのは、はい、ヒゲダンディズムに注目あ、けどちょっと近い。何が近いかっていうと、有名な角度に注目。有名角、じゃあ有名角選手権、イエーイ、イエーイ、言ってください。じゃあ、アイドマン30度。30度。天守閣。天守閣。60度。60度。確かに一番有名。天守閣有名。天守閣。ちなみに、30度、60度、ちなみにあと、ここに何度だと思います？ 30、60、90。90、そう。90度。まだ45度とか。もうそれだけでいいです。それに注目してほしい。はぁって思いますよね。けど、これは後から大活躍します。そして最後、基本は、これ意外と忘れがちなんですよね。じゃあ、金井さん、なんか好きな図形言ってもらっていいですか？楕円形。楕円形。真面目なのか、不真面目なのか。基本は三角形です。つまり僕たちって、例えば整数問題の時、足し算を掛け算に直しましょうとかあったじゃないですか。図形の世界の標準は、すべて三角形です。四角形、グッキー。ウキウキ。いろいろありますけど、僕たちは全部こうやって線を引いて、はしゃ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 、三角形、パロロロロってやる。それがまず大事なんだ。いや、残念ながら楕円は無理です。ごめんなさい。だいなかすだけは、円とか出ますよね。円とか出た時も実はこう三角形を作ったりとか、そういう感じでもやったりします。直角三角形はね。じゃあこの3つを使うんですけれども、今回まださ、角度も出てないわ、辺しか出てないし、うん、じゃあまず1つずついきましょう。キーワードから複数の解法を、正方形の面積を求める、これが答えですよね。ここから逆算していくんです。正方形の面積を求めるためには何が必要？じゃあ金井、正方形の面積って、はい、何かける何やったっけ？辺かける辺。辺かける辺。はい、辺かける辺。まあ、縦かける横ですね。これも小学生レベル。じゃあこれを設定したいと。僕たちは、じゃあここでバッと設定した時に、わからないけど、なんか文字で置きたい A とか。で、ここ同じなので、まあ、AA とか。これでも全く進まないんです、これって。角度もわからないし。じゃあどうするの？けど、一方、できるだけ解法っていうのは複数用意しておく。ちょっと難しくないです、ここから。正方形の面積、縦かける横でも出せますが、もう一つ、熊田、なんかさ、はい、ヒント言いません。ひし形。対角線かける対角線で2分の1。そうですよね。対角線かける対角線かける2分の1。これどういうことかっていうと、正方形ありますよ。対角線引っ張りますよ。実は、これかける、これかける2分の1でも面積を求めることができます。
これはひし形の解法。一応言っておくと、この三角形を出すためには、これかけるこれが必要です。かける二分の一が必要ですよね。で、これもかける4したら同じ感じになる。まあ、ここはまだ似たことがあるやぐらいでいいです。ただまあ、それぐらいですかね。正方形の面積。じゃあここから次行きましょう。有名角に注目。30度、60度、天守閣。いろいろ出てきましたけど、あります？ここに。じゃあ天守閣探してください。うん、天守閣。うん。こいつ見えないな。見えへんよね。こっからが大事。まず、基本的に何も有名角がないなと思った時、何をするか。それが、これの中の90度。つまり、垂直な直線を引くっていうのがもう何にでも大切。ここ。まず P ってありますよね。これなんか怪しい。だから、しかもあとはこう、辺を出したいですよね、僕たちは。A 角で A を出したい。ことは、こういう補助線を引いてあげましょう。はい。まあ、こうなりますよね。これ何を引いたかっていうと、垂直垂直です。つまり、90度を作るためにやりたかった。で、こっからが次です。基本は三角形ってありましたけれども、いろいろ注目すると、金井さん、ここから三角形見つけてくれない？なんかあります？いっぱいありますよ。いっぱいありますよね。はい、例えば、AP と、これも三角形ですよね。はい。ここも三角形だと。けど、今7しか分かってない。はい。じゃ例えば、もしここ、P と、例えば Q っておきましょう。ちょっとね、キモい数字出ましたよね。文字出ましたよね。ちゃんとこれだけ我慢してほしい。P と Q っておく。他にもこっちは、じゃあ金井、ここはどの長さにやる？もしここを P っておいたら、ここの長さも P！ こうなる問題だ。で、こっからすごく大事です。3番目を使うんです。さあ、三角形、かつ直角三角形を見たときに何を思いついてほしいか。愛だ。三平方の手。おぉいやこれ中学生でも解けるんだね。だから、今回直角三角形が実は、1、2、3。けどなんかキモいやんか。P って1個、2個、3個。基本的にちょっとキモいなって思って、まあ、対称性って言ったりもするんですけど、こういうやつも引きたい。したら三角形が、1、2、3、4。まあ、8個できました。全部直角三角形ですよ。けど、7と5と1ってあるから、ここのなんか長さってまず出したくないですか？キモいから。しかもなんか出せそうですね。だからここを、X って置きます。じゃあ、カナエさんが言ってくれた。紀元前500年に生まれて、かの有名な数学者、ピタゴラス！こいつが思いついた定理を使おう。さあ、カナエさん、こいつ、ここの長さで、どうやって出しますか？ここ。ここ。カナエさん、ピタゴラスの定理の中身を。名前だけ。名前だけ。45、45。ん？違う。7と P ですね。こいつを求めたい。うん。実は、まあこれじゃあ一つ言いません。この2乗足す P 二乗っていうのが斜辺の二乗になる。つまり縦と横の2乗足したら一番長い辺になりますよ。でそれがまあここは丸って言いましたけど、じゃあ熊田。はい。でここ、はい、これに注目するとどういうのが生まれる？丸の2乗足す？9の2乗、はい、イコール X の2乗。2乗。まあちょっと文字が合わせてキモいですよね。まあ一旦ちょっとそこは我慢して、次ここ、三角って置きます。うん、すると同じように書くと、ちょっとこれやりますけど、こうなります。今何をしたかっていうと、それぞれの三角形で三平方の定理を使ってあげた。でも僕たちが出したいのは、X だ。そう、X を出したい。丸とかいらないんですね。キモいですよね。丸を消してあげましょう。これを消すと、実は、ここから、丸の2乗っていうのは、7の2乗引く P の2乗。イコール、こっちだと、X の2乗引く Q の2乗になりますよね。同様に、こっちは、5の2乗引く P の2乗が、1の2乗引く Q の2乗になる。お、綺麗。綺麗。そうですよ。綺麗綺麗ですよね。ちなみに、こっちをちょっと整理してあげると、実は、P の2乗引く Q の2乗が、24ってなるんですよ。こっちも整理してあげると、P の2乗引く Q の2乗が、49引く X の2乗になる。そう。これは、中学生の範囲ですよ。じゃあ、ここで、P 乗引く Q 乗、まあ、どっちも出ましたよ。どっちもイコールですよ。49引く X 2乗が24なんだ。じゃあ、かなり、X の2乗は何ぼ？ 5 の2乗です。5の2乗、そう、25だよ。そう。ってことは、5の2乗ってことは、こっから X は5って分かる。ああ、まあなんか一つね、新しい辺を見つけましたと。つまり、いろいろ書きましたけど、ここが5って分かりました。はい、次。あれけどまだ A 出ないじゃん。P とか Q 設定したけど出ないじゃんと思ったあなた、そうです。ここからが友情も起きます。この3番目が大活躍するんです。じゃあ、金井さんも含めた皆さん、中学生で習うあることを教えます。ヒントは対称性です。ここが5ですよ。ここも5ですよ。あれ ?BP と PD って同じ長さで。じゃあ皆さんに注目してほしい三角形を言います。この三角形と、この三角形。ちょっとキモいですよね。ここと、ここ。三角形って、裏返したらさ、インコってなりません？もう一回言いますけど、ここが7です。同じ長さです。しかも、A も、AB と AD も同じ長さ。つまり全部、同じ辺の長さの三角形。じゃあこれ、クマさん。はい。なんていう？合同。合同ですよね。うん、そう。ってことは、これとこれは合同なの。つまり角度。こことここの角度は同じですよね。確かに。ってことは、これは何度？45度。45度で何ができるってありましたね。45度で何ができるの？同じように考えると、ここも、こことここの三角形に注目すると、45度って分かる。え、じゃあ45度って分かったけどって思ったあなた。45度のさ、頂点を通る線って、ハンフフ線って言いません？かない。対、ハンフ線。対角線。そう、そう。そう。つまり、実は俺、カクカクしてるかなって思ったんですけど、合同つまり対称ですよね。ってことは、これは、
対角線なんですよ、つまり P って、うん、実はまっすぐだった、ね、そう、実はまっすぐだったよね、うん、ってことはこれ対角線なら7足す1で8ですよね、うん、けどママちょっと迷走した、あれ A 出したいんじゃなかったっけ、いろいろありましたけどよく考えてほしいです、お、使える、うんうん、正方形の面積ってさ対角線かける対角線かける2分の1だったよね、一言で言うとこの P とか Q を出すっていうのはまあめんどくさいけど、面積を出すんだったら対角線8ですよ、じゃあかなえさん最後に決めてください、対角線も8って分かりました、面積は8かける8かける2分の1 32、よっしゃ決まった、かなえちょっとなんか、ね、非常に深いですこれなんですよ、あれなんか知らない時ずこれが図形問題の面白いところです、一言で言います、図形問題ってこんなん最初から対角線だって分かる人なんてもういませんけど、一つずつやっていくとなんか分からんけど合同っぽいな、同じっぽいな、そこが分かった途端パッと光が見えるんです、洞窟を今までこうさまよってさまよって、うわ暗いな暗いな、けど5っていう光が見えた途端サーンってこうもう羽ばたくわけですよ、それで一瞬で対角線になりましたよね、だから何がしたいか、これややこしいな面倒だなと思ったかもしれないんですけど、同じようにほぼ全ての図形問題ってこの3つで対応できるんですよね、だからやってほしい、これから図形問題が苦手な人ぜひ他の図形問題やばいなって思った時にこれと回答解説を照らし合わせてください、したら見えます、この回答解説って有名角に注目してるからこんな線が引けたんだとか、あとは三角形掃除合同じゃん、それが分かればね今のカナエみたいに楽しくなりますよ、楽しかった楽しかったおーいやけど本当にどうですか皆さんも、そうですよね、これも大学入試かの有名な名古屋大学、けどそんなものもちゃんとしたポイントをさえは解けるんだ、だからぜひこのパスラボ他にもね図形問題いろいろ今後もやっていきます、ぜひ今後の図形問題こんなこと聞きたい、他にもあります整数問題とか、チャンネル登録してください、高評価してください、そうしたらねもうどんどんやっちゃいますので、はい、ということで皆さんぜひコメントでもね、もうリクエストがあれば書いてください、本当にありがとうございました、これで図形問題が得意になる、それではお疲れ様でした、バイ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 、あキャンパスこちら概要欄に答えがあります、皆さんが英語長文を読んでいるとき分からない英単語に出会ったとします、さあ何をしますか、今回は英語長文を読めない苦手な人に共通する勘違い3選というテーマでお送りします、